伊集院光ですけども、伊集院光はね、今週はね、困ったのがね、タバコをね、まだ吸ってないんです。入院して4日間ぐらい、まあ、吸うに吸えないんで、吸わないでいて、で、その後、こう、テレビもラジオも迷惑かけた番組の人に、こう、ちょっと会うときに、さすがに喉悪かったのにタバコ加えて会うのはちょっとまずいかな、みたいなことで、タバコは加えずに、ゲイ用のでかい太いバイブを、針型をですよ。ハードゲイ用のぶっとい針型をね、加えるだけにして、でいて、まあ大体、皆さんとはそう、交流をしてきたんですけど、まあなんかやっぱ相変わらずその根性なしなんで、これから一生やめるかとか、これから一月後に吸ってないかってよくわかんないんですけど、なんかこう、10日も吸わないと11日目はとりあえず吸わないでいようかとか、まあそれで11日吸わなきゃ12日目は吸わないでいようかってことで、まあ約今15日間ぐらいタバコを吸ってない記録が伸びてるんですよ。で、意外にね、15日にもなってくると、まだ禁断症状は起こるんだけど、そんなでもないの。なんかその、だんだんそれは弱まってきてて、タバコ吸いたいっていうことよりは、むしろ15日連続で加えてるそのハードゲー用の針型の方は、もうちょっと中毒症状が出てて、うわ、加えたいなと思ってるんですけど、まあ人前だしやめとこうみたいな感じになってるわけなんですけども、そういう意味での禁断症状は多分マックスよりはもう和らぎ始めてるんですけど、困ったことに、今までタバコを吸ってるからこそ、こう、取れていた、息継ぎみたいなことができない。なんかこう、生活の中での息継ぎができなくて。喋ってるのもそうなんだけど、喋ってる途中こう、タバコ吸うことでこう、取れる間みたいのも取り方がわかんない。だって今までは、喋りたいだけ喋って、タバコ吸いたいだけタバコ吸ってるわけだから、単に休みたいと思って、一回も休んだつもり、自分はその喋りを止めたつもりはない。タバコが吸いたいだけだから。ね。だから、タバコなしで息継ぎをするという方法がわからない。で、それが普通の生活でもそうで、朝起きてから寝るまで、ぼーっとするという仕方がわからない。今まで、飯を食いました。で、こう、ビデオを見ました。で、その間、タバコを吸って、一本タバコ吸ってから次のビデオを見るとか。で、その後、しばらくまたタバコを吸ってから表に出かけるとか、そういうことはできるんだけど、休むっていう名目のまま休んだことがないんで、なんかもう、どうしていいかわかんなくなっちゃうんだよね。で、その一番顕著な例が、散歩が好きなんだけど、散歩してても、止まり方がわかんないの。今までの散歩は、散歩してて、これ本当に自分で普通にこう散歩してるでしょ？そうすると、止まろうと思うんじゃなくて、タバコを吸おうと思うわけ。タバコを吸おうと思うから、禁煙地区じゃないところに限りだけど、路傍にこう座って、で、タバコに火をつけて、で、まあ、タバコを一本吸い終わるか、僕チェーンスモーカーなんで3本ぐらい立て続けに吸ったところで、じゃあまた歩き出そうかってやってたんだけど、タバコを吸うっていう用途がないから、止まり方がわかんないの。全然。だから、すごいなと思うのは、まず、この間ね、TMC、キヌタスタジオっていう、世田谷の、に、キヌタってさ、あんだけどさ、あれ何駅？成城学園って言ったのかな？成城学園から歩いて5分ぐらいのところにスタジオがあるんだけど、いつもそれが終わると、ちょっと歩いて周り、まあ、写真撮って、犬のうんこの写真集めてるんで今、犬のうんこの写真撮ったりしてんだけど、で、今回もちょっと歩き出したら、いつもは、止まるときタバコ吸うのに止まって、で、また少し歩いて、タバコ吸うのに止まってってやって、3回目ぐらいのタバコのところで、やっぱこっからタクシー乗っちゃおうとかってタクシー乗っちゃうんだけど、止まらないから、ノンストップで高田の馬場まで歩いたからね。もうわかんないんだもん、止まり方が。ほんで、水木も、北海道行ってたんだけど、札幌の駅から、こう、札幌ドームに向かってちょっと歩いてみようと思って、最初ちょっと歩いてみようと思ったんだけど、止まり方がわかんないんだよね。札幌ドームまで歩いちゃうんだよね。10キロ。で、それも、体力があるから歩けちゃうとかじゃないの。もう、ヘトヘトなわけ。ヘトヘトで、もう試合見てても、疲れちゃって試合どこじゃないわけ。変な話、日ハム優勝しても優勝しなくても良くなるぐらい。それぐらいヘトヘトになっちゃうんだけど、
止まり方がわかんないんだよね。なんかね、その、タバコを挟んで次の行動に行くっていう、その生活リズムみたいなものが、ずーっとだから、タバコを挟まずに何かをやめることができない。だからなんか、神さんと話してても、延々と喋ってる。なんか、延々と喋ってて、どこで喋るのやめるとかもわからないし、24のシーズン5を見るのに、ちょっと、その、おぼろげな記憶の2を見直してみようかと思うんだけど、思って見始めたんだけど、そのまま24話見たからね、なんか、だから、結局、部屋暗くしてみるのも、タバコを吸うのに明るくしてみたときに、もうこれぐらいでいいかみたいな次の行動に行くのに、それが、全然できないんだよね。だからなんかね、どうすればいいの？ニコチン中毒の方は、おそらくこのまま普通に行けばなんとかなると思うんだよね。だけど、その生活のメリハリが全然できないから、これ下手するとまっすぐどっかに行ってしまう可能性がある。家を出ても、その、疲れても休む方法が全然わかんないんだよね。どうするんだろう？なんかこう、なんかこう、タバコの代わりにそういうものを、昔はできたはずなんだって吸ってなかったんだ。26歳まで吸ってなかったんだから、26歳までは多分そういうタイミングがあったと思うんだけど、まあ、この頃毎日ヘトヘトなんだよね。なんかこうやって漫画とかを読んでも、最後漫画読んでる途中にこうタバコまた漫画一回閉めてタバコ吸って、そのタバコ消した時に、ああ、もうこんな時間だからって寝てたわけよ。だけど、これがないから、延々と漫画読んでるわけ。ジャイアントを8巻まで一気に全部読んで、ああ、やっと最終回になったまでやめられないのよ。これ、どうすればいいか。タバコに代わるなんかそういうものを作る。もうオナニーにしようか、じゃあ。もう、街とかでも散歩した時に一回オナニーにしようみたいなことを捕まっちゃうと。じゃあ何ですか？じゃあ路上で裸になっちゃいけねえって、そういう法律でもあるんですか？歩こう、歩こう、私は、ちょっと行ってきます、ちょっと行ってきますって言ってバーレーン、野球場からバーレーン、こういう法律でもあるんですか？あるんですか？そうですか。